はい、ということで、CDJ2000 ネクサス2、ここが変わったピシューみたいな、はい、いうことですけど、ですね、リバース機能というのが、あったと思います。リバースというのは、あれですね、まあちょっと飲みすぎちゃっての方じゃないやつですね、あの逆になるというやつですけど、ちょっとやってみましょうか。これもう見るのが早いということでね、これやると赤、このレバーを使ってやるんだけども、赤をやると、逆戻りになりますね。はい、でまず再生してみますよ。はい、ここの時間軸に注目してくださいね。はい、戻しますよ。うん、ですね、10までいこうか。はい、っていう感じですね。というリバース機能、これは以前からあったんですが、ここが変わったシリーズということで、なんとですね、スリップモードというのがあるんですけど、スリップモードっていうのは、楽曲のですね、全体的な尺を変えずにリバース、リバースじゃなくて、まあ、例えばそのジョグダイヤル止めても、楽曲の全体のその時間軸はずれなかったりだとか、バックスピンやったりとかしてもずれなかったり、要は、踊ってる人に対して、ちょっと小節が例えば16小節のが、17小節になったり19小節になったりとかして展開が変わると、あれみたいな感じになるんですね。まあ、すなわちダンスミュージックっていうのは大体その、まあ、4の単位とかで結構変わっていったり、まあ、4、8、16、32、64、128みたいな感じで、変わっていくので、大体踊ってる人も無意識ながらも若干そういうのはやっぱこう体のどっかで感じながら踊ってる。だから全体的な尺を変えると気持ち悪くなるわけです。で、さっきこのリバースを使いましたけど、もう一回それで復帰するとですよ、10秒から始まって13秒で戻ってもう一回10秒から始まると、本当は16小節で展開が変わらなきゃいけないのが17小節になったり18小節になったりだとかすると、そうすると、ちょっと具合が悪いので、具合が悪いので、スリップモードリバースというのがつきました。これを使うと逆回しするんだけども小節だけはどんどん進んでいきます。なので全体的な展開の変化に影響を及ぼさないということです。ちょっとやってみましょうか。はい、普通のリバースだとで復帰するとこっちからまた始まる。これだと具合が悪いんですけど、スリップリバースにすると、これを上に上げるだけでこんな感じで時間軸は進んでくれるんですね。ここを見ると一番わかりやすい、うんですね。という感じでございます。で、ちなみに、普通のスリップも、できます。普通のスリップはこのボタンを、押せばいいですね。これもちょっとやってみましょうか。このボタンですね、はい、これを点灯させるね。そうすると止めても進んでる、ね、まあみたいな感じでございますので、これも結構、まあ、人気の機能というかいうことだと思いますので、これもチェックしてみてください。はい、あ、そうだ、もう一個あったスリップの、やり方でですね、もう一個ありまして、こう一回こうドゥーンって止めてまた復活するみたいな、そういうのもあのよくやる人がいるので紹介させてください。まあ、スリップをオンにしまして、普通に、スリップのボタンをオンにします。で、こんな感じですね。一回止めてもう一回させる、もうちょい短い方にね、まあ一回こうドゥーンって止めながらももう一回復帰させるみたいな、という感じでございますね。はい、
いう機能があります。で、これがですね、ビシってなっちゃうと、ドゥーンってならなくなります。バイナルスピードアジャストですね。これを、真ん中ら辺にすると、ドゥーンってなったりします。これを、こっちにしちゃうと、ってもう止まっちゃうんで、技じゃなくて、これなんかバグったんじゃないのか、みたいな風になっちゃうので、これをちょっと多めというか、まあ、12時か1時ぐらいがいいんじゃないですかね。ぐらいにすると、まあ、かっこよくできるんじゃないでしょうか。